戻ってきました。じゃあ店員さん、あは、はい、じゃあ お金払いますね。じゃあ、そうだな、はい、じゃあもう5000円札で、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ他、こちらの焼き鳥屋さんの、クーポン お持ちですか。はい、お持ちです。こちらです、これね、お持ちです。はい、はい、あ、じゃあ、携帯貸してください。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ携帯で調べます。タン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 、あ、ありますね。じゃあピッ、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、5000円札とクーポンで、今クーポンしたので焼き鳥屋にクーポンが届いているので、またいつかね、クーポンがまた お持ちできるので、じゃあ、新しいクーポン立つので待ってください。はーい。ねえ、お金払ったしね、これ食べれるね。砂肝と、はい、じゃあ、さっきの軟骨と、こちらが、古いやつなので、こちら今使ったやつで、ね、お預かりして、はーい、新しいやつこちらです。はーい、じゃあ新しいやつを、持っておいてください。はい、 ありがとうね。はい、じゃあまたお越しくださいませ。はーい、ありがとうね。じゃあ、まあね、来たしね、お金のね、もう払ったしね。よし、じゃあ、焼き鳥食べようか。はーい、食べましょう。そんな前に焼き鳥と私のご飯は食べるのか食べないのか、それはもちろん、その答えはもちろん次の動画で、次の動画でね。